どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パック来まして、生放送ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。プレータープランツ楽しいですね。強くて楽しいですね。今回はですね、プレータープランツいくつかデッキ紹介するんですが、純正の、プレータープランツデッキ、作ってきたんでご紹介していきたいと思います。ですね、どういうモンスターがいるかっていうと、まずエースモンスターから、ご紹介するんですが、プレータープランツモンスターいっぱいいるんだけど、融合はリンクスには今こいつしか来てないんだが、バカ強い。簡単に言うとバカ強い。プレータープランツモンスターと闇属性で出せるよと。でレベル7、1ターンに一度自身のレベル7以下のモンスターを除外できます。問答無用でめちゃくちゃ強いよね。だから、例えばエバリーとか、例えばね、先行ドヤ顔で出してきたエバリーとか、それから今回レベル上昇にしていて、スキルを、これはスキルいろいろあると思うんだけど、選択肢は今回ちょっとレベル上昇にしていて、レベル上昇にするとたまにね、これ7なんだけど4上げて11にすると、ホムラガミとか処せるんですよ。ホムラガミとか除外できたりとか、なんかレベル上昇にしているのはなんでかというと、そのホムラガミを処したいっていうだけなんだけど、ただ単に、ちょっとこれやりすぎかもしれない。レベル上昇である必要性は多分ほとんどないから、募集封印とか、そういうすり替えとか、なんかディスティンドローとか、そっち系のスキルでいいかなと思うんですけども、ちょっとね、ホムラガミを処したいっていう理由だけでレベル上昇にします。これ多分別にレベル上昇じゃなくてもいいです。で、こいつが、戦闘を行う攻撃宣言時、相手から攻撃される場合でも自分から攻撃する場合でもどっちでもいいんだけど、相手の打点を1000下げて、自分の打点が1000上がるっていう、これターン終了時までずっと上がるんですよ。つまりですね、戦闘ではほとんど無敵ですね。1000下げて1000上がるって2000開くんで、だから4500のモンスターで殴ってきてやっと相打ちって感じ。強いでしょ。だからアルティメットドラゴンでやっと相打ちです。めちゃくちゃ強いですよね。でちなみにこれ1ターン2回の制限ついてないんで、その攻撃されればされるほど何回も使えたりするんでね、めちゃくちゃ強いと。で、さらにですね、墓地へ送られた、このカードが墓地へ送られると、融合魔法カード、もしくはフュージョン魔法カードを持ってこれますよということで、特に通常魔法とか速攻魔法とかの制限ないので、ミラクルフュージョンとか、レッドアイズフュージョンとか、融合破兵とか、破兵ねえや、融合な再生記号とか、そういうなんか融合カードとかだったら何でもいいんですよ。持ってこれるんですけども、超融合とかね、あれば。今回はちょっと一番強いと思っている再融合を、ぶち込みました。これ800ライフを払うと墓地の融合モンスターを蘇生できるっていう効果なんで、キメラクルシアをもう一回出すってことですね。自分がやられたら、これ持ってきて次のターンでもう一回出すってことです。これが強い。そしてですね、このデッキ融合ないんですよ。融合入ってないんですよ。これ融合の使い手とかでもあるかもしれないけど、スキル融合じゃどうやってすんのって話なんですけどね。これね、金次郎バカ強いんですよ。これね、こいつとキメラクレシアがかなり出張パーツみたいなとこあって、こいつが融合内臓なんですよ。プレデター、融合する場合、その闇属性モンスターの融合の、によって決められたフィールドのこのカードを含む、自身を含む融合素材モンスターを自分の手札かフィールド、もしくは相手のフィールドの捕食カウンターが置かれているモンスターの中から選んで墓地を送って、エクサデッキからその闇属性の融合モンスターを融合召喚すると。これね、何が言いたいかっていうと、捕食カウンターを置いたら相手と金次郎で超融合できるんですよ。バカほど強いでしょ。でこれ、ね、結構高校アンケルが成立するんですけど、捕食カウンターどうやって置くかっていうと、このスピノディオネアっていうやつが特殊召喚が召喚に成功するとカウンターを置くんですよ、捕食カウンターを。で、このプラクティス、プレタープラクティスっていうのが手札から捕食、モンスター特殊召喚しながらデッキから、金次郎かスピノディオネア持ってこれるんで、プラクティスか、スピノディオネア、プラクティスか金次郎っていう手札だと、相手超融合してワンキル取れます。めちゃくちゃ強いですよね。で、あとは、バックを除去する用の、コズミックサイクロン、ちょっとブラックマジシャンの方が辛いんで、先行取られちゃうと。なんで一応ブラックマジシャン対策のコズミックサイクロンと、暴虐だとしてクリーボール、それからメグルですね。これなんでかっていうと、キメラクレシアがちょっと耐性ないんですよ。だからその効果破壊に耐性なくて、ちょっとワンキルとかされやすいんで、ちょっとメグルで、なんかお茶濁したいな、みたいな。これクリボールとかでもいいですけどね。メグルが一番強いかなと思って言ってます。この辺はちょっと大相談。で、初動がね、もし融合できなかった場合、要は金次郎か、プラクティスなんかっていう、手札じゃない場合、融合初手できなくて、ちょっと初動が不足するんで、初動の確保としてウィンダーを入れていると。
でこの辺のカードで耐久していくみたいな感じですね。これはもう初動札なんで別に何でもいいんですけど、初動になれば、はい、というわけです。早速ですね、キメラフレシアのね、制圧力とね、突破力、盤面突破力見せていきたいと思いますので、やっていきましょう。デュエルスタンバイがあるんで、一応それをまあウィンダで、補ってあげてるって感じですね、イメージ的には。あー、これはね、これはね、プラクティスがあるので一応引けるかどうかですね。まあそっちもそんな感じ、そっちもそんな感じか。あー、強い、バカ強いやん。もう一応コズミキサイ持つか。コズコズだ、コズコズして、コズコズ、コズコズですわ、もうこんなものは。コズコズで、そういう陰キャみたいな伏せしてくるやつはもう問答無用で許しませんから。私はレモンズチェーンコズさえ、レベル上昇系だから、なんかなんだろうな、これフルオデさん先生、これ何の時ですか。セットしましょうか、これターンしましょう。グラスデモンズチェーンがぶち抜けたな、でかい。コズサイ、コズサイゲーですからね、遊戯王でデュエルリンクスはコズサイゲーと決まってますんで、ちょ頼むマジで。誰、オルフェイゴールスケルトン、あーなるほど、はい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 。あ、ブラックボンバー来た、やばいやばい、モンスター来る、うわーうわー、やばい、うわーうわー、あー負けたー、クリボール頼む、俺の右手が光ってうなる、お前を倒せと輝き叫ぶシャイングドローよーしプレデタープラクティス発動。俺はフィールド上のプレデタープランツ、あ、じゃあ手札のプレデタープランツスピノディオネアを特殊召喚し、デッキより金次郎を手札に加えるぜ。そしてスピノディオネアの効果を発動、フィードのモンスター1体にプレターカウンターを置くぜ。これプレターカウンターっていうのかな、これ名前合ってる。そして金次郎を召喚、金次郎の効果を発動、フィードのプレターカウンターが置かれているモンスターとお前と俺で超融合、現れよプレタープランツキメラフレシア、バトル、くたばれ、対戦、ありがとうございました。サポートソウル最強や、強すぎるこのデッキ、金しか確定、対戦ありがとうございました。さあ行くぜクロウさん、ちょっとハンド事故ってんな、融合はできるけどね。プラクティスが来てほしいね。あー、これはプラクティス、これマジプラクティスゲーだって、マジであなたと私で超融合したい。いや、ね、すごいね、新パック当日で組んだデッキが問題点があって、新パック当日の問題点組んだデッキが初見殺し結構しちゃうんですよね、相手の効果読まなすぎて。だからなんか すげえ、ね、強いかとかようわからん。あ、バックないの、バックなしは甘いでは全然いらねえさ、融合。三連禁時、ちょっとクラクティス引きたかったところだが、これはレベル上昇用に4取っといた方がいいな。ここと、まあそうですね、さすがに戦闘で一応ね、攻撃すると別にあいつ突破されないんですけど、まあそうは言っても除外しよっか、あいつはめんどくせえし。はい、で、スキル発動をレベル上昇していく、レベル11にして11以下のモンスターなんでも問答無用で除外していく。はい最強、はい最強、バトルフェーズ、うわっ、ってこの子にワンキル取れなかったな。プラクティスがあればワンキルでした、超融合するんで。で、6シンクロは別にいいよ、ナイトショット OK、 ナイトショット了承 OK。 さああとは展開が6シンクロと何シンクロが来るかって話なんだけども、耐性がないんですよね。うわ強いハンド、耐性が強いないんですよ、キメラクレシア系のその捕食植物だから、破壊耐性とかあんまないんで、上級のね、グリーディーブルムとかそっち系のモンスターだと、なんか破壊された場合になんか相手のフィールドのなんか特殊召喚したモンスター全部ぶっ破するみたいな効果はあるけど、こいつしか来てないんで、リンクスはキメラクレシアしかないので、キメラクレシアは全く耐性ないんで、なんか突破されちゃうんですよ一回相手、なんかその打点とか、打点っていうか効果外か、どっちかっていうと。
戦闘では結局多分まあ3500になるから、3500とか4500とかなるから全然いけるんだけど、ちょっとですね、効果耐性がないというのが、まあ、これやばいか、ハデス、モノノベ OK、だからこの宮塚さんとかでも一瞬であの死んでいくんでだからそういう意味でもめぐるとクリボールなんだけども、あー OK、あーそういうことか、はいはいはい、で、レベル10の、ホムラ神を読書化していく、なるほどね、これ破壊しなくてもあったんかな、あいつこれ戦闘だって突破できなくね、キメラクレシアの効果、はい、で3500になったで1000下げる強すぎだろ、清掃か、はいはいはい、で清掃何打ってくる、あそれ打っていくの2700しかならない、試合で効果破壊耐性が得られていく、はいはいはい、いいですよ全然、え効果読もうぜ、効果を読もう、心拍機のカード来たら効果を読もう、キメラグレシアの効果は1ターンに1回の制限ないから、戦闘では無敵って言ってんのに、対戦ありがとうございました、デッキね最優吾強いですね、最優吾は、あーなるほど、これもう初手優吾だな、初手優吾だ、初手優吾しよう、近所の効果を発動、自身を含む闇属性のモンスターと合体、奈落へと誘う地獄の花よ、今一つなりてその飢えた毒ガテむさぼり尽くせ、融合召喚現れよ、プレデタープランツケメラフレシア、カードを1枚セット、ターン終了、まあ、ちょっと若干あの腐ってるけどね、あのサーチが入らないけどね、こいつやられてもこいつ引いちゃってるから、彼の援軍やるじゃないか、でもちょっとあのちょっと強いところ見せれるかもしれない、これワンチャンエバリーなんじゃないかな、これエバらない、これこれエバリーではない、これなんだろう、これ外交かな、セットモンスターにはねあんまり何もできないっていうのあるんでね、なるほど、スピノか、じゃ あこれは何が落ちてるかっていうとマジシャンガール、なるほど、これ外交とかなんかな、わからないね、これなんだろう、マジシャンガール入ってんだ、なんかあれかな、クインテッド系のなんかライトロードみたいな出張デッキかな、バトルこれはこっちからなるとかいいね、え困惑困惑、クリボール、クリボールある、カイトロイドかクリボールある、カイトロイドかクリボールある、グレーターブランツはアーカイブス出身ですね、ルミナス、あやばい、最強モンスター来た、あー強い、オッケーエヴァリーか、これでも一番やばいのミカエルじゃない、これ悪夢の章やばい、エクスチェンジ、はい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 、これでちょっと何が出てくるかによるんだよな、何が出ているか、出てくるか問題はある、誰出てくんの、あブラックローズは全然いい、まあ、ブラックローズだったらまだわかる、あワンチャンある、オッケー、ドロー、あー今腐るな、コーディセプスの効果発動するか、コーディセプスの効果発動、フィールド上、あ墓地に存在するプレータープランツモンスター2体をゲームから除外し、あゲームから除外しじゃねえ、こうスピノディオネアを特殊召喚し、金次郎を特殊召喚、そして金次郎の効果を発動、自身を融合素材とし、プレータープランツモンスターを特殊召喚、現れよプレータープランツキメラグレシア、そして手札よりマジックカード最融合発動、800ライフを支払い、再び墓地より現れよキメラフレシア、バトル、うおー対戦ありがとうございます、くそー終了、コーディセプスちょっと強いですよね、コーディセプスがねなんかワンチャン強い、結構あーくそーさあ、くさあ、つえ、ルミナス、ルミナス引けるやつ一番強いんだよ、この世の中で。ルミナス毎ターン引けるやつ一番強いからよ。魔法石の採掘、これそろそろ魔法使い溜まったんじゃね？やばいかな、これ。これ、俺、これやられたら結構やばいぞ。あでも大丈夫だ、戦闘では破壊されない、一体は。よかった、2体足置いて。殴ってこい。殴ってこいよ、
ああ。すごい。ルミナス巻いたいけどマジチートはやめろって。くっそ。めぐる欲しかった人生でした。ああ、逃げろ君らクレシア。うおー。